こんばんは。12月22日火曜日の夜でございます。平山茂です。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。最近ですね、私事なんですけれども、非常にですね、この肩が凝るんですよね。すごい肩が凝りまして、ちょっとなんでかなっていう、あんまりね、僕肩こりってならない方なんですけども、なんかここ最近本当にこう誰かに後ろからグッてなんか肩を持たれて、こうグッて押さえつけられてるように、なんかすごいなんか重く感じるんですよね。今までそんなことってあんま感じたことなかったんですけど、まあちょっとその運動不足っていうのもありますし、まあ仕事でね、もちろんあの配送の仕事をしてるので、あの重い荷物を持ったりっていうのはね、あるんですけど、とはいえなんかこの本当最近すごい肩が凝ってるんですね。まあちょっとね、原因はわからないんですけども、もしまあそういうね、肩こりとかそういう何か、例えばですけどね、なんか悪霊みたいなね、そういうのがまあないと思うんですけど、まあもしね、そういうのが見えるよとかね、なんかそういう何かいい解決方法がねあるよっていう方は、ちょっとね教えていただきたいなと思います。どうにかちょっとね、治るといいんですけどね、肩が。まあそんな話はね、どうでもいいんですけれども、もう火曜日終わりました。残りはね、水曜日、木曜日、金曜日とね、土日が休みとかね、日曜日休みという、ね、週末休みという方はね、もうあと残り水木金と、あと3日でございますよ、ね、あとちょっと、もう明日は、もう明日頑張ったら半分ですからね。もうそもそもですけど、月火とこの2日間乗り切ったという段階でもうクリアですから。さあ、肩こりもね、なんかこうやって喋ってたらね、なんか肩が軽くなってきたような気がしますけれども、皆さんもですね、体を冷やさないようにしましょう。寒いとやっぱりどうしても力入っちゃうんでね、こう凝ってきちゃうっていうことがあるんで、僕は多分それだったのかなと思います。ちょっとね、しっかりもうちょっとあったかい格好します、今以上に。なので皆さんも、寒さに負けずにですね、あったかい格好して、乗り切りましょう。そしてこの冬も乗り切りましょうね。そして来年いい年を迎えましょう、本当にね。ということで、今日はこれぐらいでお別れしたいと思います。大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫だからね。あなたは大丈夫だから、大丈夫、本当に大丈夫だから、本当だよ、本当に大丈夫だからね。心配しないで、大丈夫だから。大丈夫。じゃあまた明日ね。おやすみ。